最初はあのハーネス、アマゾンでね買ったんですけど、それが24ボルトのあのリレーカーだったんでね、あの作動しなくてね、どうもおかしいなと思ったら24ボルトが届いてたんで返品しまして、それで12ボルト変えればいいんやけど、また買い替える言ったらちょうどね、あの運送賃がかかるんで、それで2000円以上お買い求めくださいってやつですよ。それでちょっとストップかけまして、ちょっと自分でハーネス段取りしまして、あとあのスイッチだけね、今ちょっと安いの見つけたんでそれ注文してるんですけど、まあそれさえ来たらね、今日はですねスイッチの方がね届きましたので、補助ランプの方ですね、設置していきたいと思います。まずあのスイッチ、何分これ203円だったかな、まずどうつがあるかねテストしときます。よし、 OK、 大丈夫。それでスイッチの方はですね、ここにですねセットしたいと思います。配線の方ですけどね、まずリレー、リレーがありまして、このリレースイッチ、これがあの入り切りですね、このリレーの方はですねプラスアクセサリー、でこれがマイナスアースですね。それでバッテリープラスマイナス、アクセサリーにスイッチが入って、こうコイルに電流が流れるとこちら側に、スイッチが入ってこれに電流が流れるというそういう仕組みで、これでフォークですね、フォークでマイナス返し、で2灯ありますんで2灯こうかな、でここにヒューズですね、ヒューズをかまして、回路としてはこういう回路になってます。Amazon で買ったね、ハーネスの方はですね、このスイッチの電源もこちらの方からこう取ってる配線になってましたので、つまりもう常時電源ですね、スイッチを入れられるともうあのいたずらでされるともうつきっぱなしになってちょっとやばいことになるかもしれませんので、一応私の場合キースイッチオンでアクセサリーでこのコイルにスイッチが入って、こちらの方に電流が流れるような仕組みにしています。
配線をね剥がしていくにあたって、このカバーをね取り外ししないといけませんので、その手順ですね。まずこのバッテリー、ここをまず一番にね取り外します、このピン先端をね押し下げます、それで次にこの六角でこのボルトを外します、このカバーをね持ち上げるにあたってはこう内装剥がし、を使いましょう。これピンね、まずこちらを浮かせて次ねこちらを浮かせます。するともうねよいしょ、これで外れまして、ちょっと斜めに浮かせまして、この角ですね、角これを手前に引っ張ります。で持ってます。次にですねこのカバー、手順としてはこれを外します。これもここにねピンがありますんで、これを外します。それからこれを外します。この2箇所ですね、こちらも。それでゆるゆるですが、ここがねちょっと引っかかってますので、手前に少しずつで、こいつがちょっと効いてました。ここ、これで抜きます。次にこいつですね、これがこのピンとこのビス、こことこの裏にね2箇所のパッチンがあります。それとここで、ここをちょっと押さえ気味で、ここで引っかかってるんでね、外れね、ここはなかなか外れませんので気をつけてください。これリレーで、あとプラスとマイナスをねちょっとバッテリーの方に接続します。配線の方がね完了しましたので、ちょっと前までいくかな、やってみます。基本スイッチオン。おお、スイッチついた。
ッケーオッケー。よし。これでよし、切ったら切れると OK。 これでちょっと線を閉じたいと思います。やれやれ。カバーをつけていきましょうかね。まず外した順に、これでこの角からね入れます。シュッと。で、よし、それであと夜ちょっと工軸の方をね見てみましょうということで完了です。